統計によりますと、台湾人は年に8億食分の即席麺を食べています。ところで、物価の上昇により、即席麺も値上がりします。中華テレビの記者、万アン氏は、二大メーカーに続き、他の業者も値上がりする噂がある、と説明しました。 台湾の2大即席麺メーカーは10月末と今月17日に次々と値上がりました。1食およそ台湾元60元になり、値上がり幅はおよそ11%です。これに対して消費者は食料品は全て6元ほど高くなった気がする。価格を抑えて欲しいものだとコメントしました。これに対して 台湾タバコ酒株式会社の両試験副総経理はインフレ圧力があることは否めない。今それを吸収しているが来年の第一四半期はどうなるかはまだ観察する必要があると話しました。専門家は来年米、油、塩などの生活必需品の値上がりは避けられないと予測しています。<music>